半の26分の長野です。細かいパス回しから左サイドを突破した多田、逆サイドまで流れた山田の折り返しに最後は塩澤、長野が1点を先制します。そして後半5分、今度は横浜 FC がサイドからの攻撃、市村の速いボールに大久保、同点に追いつきます。しかしその直後でした。長野、大島のクリア、宇野澤が頭で流して、最後はコンカード、失点の直後に勝ち越します。しかしその後長野はリードしていた状況の中でファールでペナルティキックを取られてしまいます。代わって入った今が決めて、これで2対2。そして後半29分、三浦和義、カズがピッチに立って天皇杯の最年長出場記録を更新。後半32分は今の落としに、そのカズ、そして延長前半の11分、フリーキックに合わせたのが、これがキャリア初めてのヘディングのゴールだったというグエンクワン・アインのヘディングのゴールでした。今の前にしっかり入ってヘディング決めていきました。そして追いかける長野は延長後半、何度も攻め込んでチャンスを作ったんですが、横浜 FC が体を張って守ります。ここも最後はカズの体に当たってボールは外へ。長野の攻撃も及ばず、横浜 FC が3対2